ジュネーブ条約とは、戦時国際法としての傷病者及び捕虜の待遇改善のための国際条約である。戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約、または赤十字条約とも呼ぶ。講義には同条約を含めた戦争犠牲者保護に関する4条約のことを言う。1864年に赤十字国際委員会が、 戦争時の捕虜に対する扱いを人道的にする必要があるとして提唱し、スイスのジュネーブで、傷病者の状態改善に関する第1回、赤十字条約が締結された。以後、以下のように改正されている。傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約傷病者の状態改善に関する第2回、赤十字条約傷病者の状態改善に関する第3回、 赤十字条約また関連する追加条約として一下が締結されている。これらは第二次世界大戦後の1949年に全面改正され、ジュネーブ諸条約として整理された。旧条約との関係は以下の通りである。日本は1886年6月5日に最初のジュネーブ条約に加入している。なお、 ジュネーブ条約は1864年に締結されていたが、日本では母親戦争で榎本武明が1868年に函館に樹立した政権が野戦病院で敵味方の区別を行わずに治療を行い捕虜を保護する方針をとっていた。これは母親戦争で局外中立を維持していた諸外国から信頼を得るため、 榎本らが西欧的な方法を重視したことも背景にあると言われている。この函館病院では榎本から病院と踊り石取締全権に任命された高松良運らが、まず官軍の負傷者6名の治療に当たり、5名が本州に送り返され、これが日本最初の赤十字活動と称されている。榎本の江戸地上陸後、 病院が設置されてから1869年8月下旬まで、敵味方合わせて約1340名の治療に当たった。しかし、このような精神は完全には浸透しておらず、新政府軍の新軍時、病院の本院では、院長の高松による患者の保護の主張が受け入れられたが、交流事分院では混乱が発生している。ありがとうございます。